やはりホームで試合が行われるということがすごく自分たちの後押しになる、サポーターの方々がたくさん来てくれて応援してくれることは選手たちの力になりますし、ここで勝利すればよりみんなで喜べると思いますので、本当に勝つことだけを信じて、勝つことだけを目指してやっていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあそしたら。
ギアコストを上げてくるような傾向が見られるので、予定通りの間みたいに反応できるかどうかは分からない。それもあって、ファーに回るマークを外しやすいような状況を作って、hoje o treinador falou uma palavra que essa é fundamental dentro de uma equipe, que é chamada de confiança. 今日、監督は自分のミーティングの時に、非常にサッカーにおいて、非常に基盤となる大事なものを言ってました。それが信頼です。A confiança faz diferença em qualquer situação. どんな状況でもその信頼があることによって違いを見出すことができます。Se você tem confiança, você não tem medo de errar. 信頼があったり自信があると、ミスをする恐れっていうのはなくなります。Se você tem confiança, você não tem medo de correr risco. 自信があればリスクを犯すことに、怖がらないで、できると思います。Se você tem confiança, você busca até o último minuto a vitória. そして自信がある、信頼があると最後の1分まで勝利を追い求めることができる。Eu sinto em vocês isso.で皆さんのその心にそれを感じる。Hoje nós temos mais um degrau para subir. そしてもう一段我々は登らなきゃいけない段差があります。Todos juntos formando uma equipe só. 全員の力で一つの組織を作る。Então vamos para dentro de campo com muita determinação, vontade, em busca de uma coisa só, vitória. そしてピッチに立った以上、勝利、これだけを目指して覚悟とやる気、モチベーションを持って挑んでください。Bom trabalho a vocês.入りから迫力を持って相手圧倒するぐらいの力で勝ちましょう。いくぞ！
ないな目先ばだらけに立つオルフォワなら自分は食失敗を糧に宿泊今がビッグジャスト。ミスを恐れず見たこともないようなカーペを今熱いエールの風に乗って越えてくサクセスストーリー We are the champ, we are the hero 一緒に夢を見たいと目をそらさずにボールを追いかけたのは輝く勝利のためまず入った瞬間は何も言えなかった小さい声で やったって多分マジか言うことなく多分でもまあ3失点してるからそこは課題ですけど、まあ、ちょっと縮んだんで、まあ、まだまだです。次のまた湘南とか大事かなと思って今日1日ぐらいは、まあ、ゆっくりしてまた切り替えてそこに向けてやっていかないと、まだ状況は別に変わってるわけじゃないので、